現在日本では少子高齢化が加速し、3分の2が老人、国内の生産力が激減しています。このままではあと100年しか日本は持ちません。総理、あの政策を発動させましょう。やむを得ないか。我が国はこれから5年間超資本主義社会へと移行します。超資本主義になるとどうなるのか。あの法律施行されたのか。超資本主義特例法、それは経済活動によって発生する利益を最大化するためであれば、あらゆる法律および基本的人権が停止される法律。このままだと100年後に日本滅ぶらしいしね。まあそうなんだが、あんなめちゃくちゃな法律、大混乱が起こるんじゃないか。この閉塞感をぶち壊すには大きな変化が必要なんだ。今の状況ではどうにもならないだろう。それは今は豊かになることだけ考えればいい。未来の心配などその後いくらでもできる。情報漏洩ビジネス、やっと来たか。どうも。誰？早速ですが、これが例の資料になります。この情報、いくらで買ってくれますか？これは情報漏洩ビジネス。噂は本当だったのか。超資本主義では経済が回るのであればどんなことでも合法なので、社内機密を売る漏洩ビジネスなども始まっていた。いいねで買いましょう。今ならこの2匹と戯れる権利もお付けします。本当ですか？そのために呼んだのかよ。その情報により某企画が新商品の市場を独占し、膨大な利益を得た。お前らのおかげでうまくいった。これはボーナスだ。これからも我が社のためによろしく頼むぞ。まさかボーナスがもらえるとは。どこから情報が漏れるかわからないからね。金のある会社は福利厚生や給与を高くして社員を囲い込み、情報漏洩を防ぐ。逆に財力のない会社はパワハラや暴力によって社員を裏切らないようにした。こうしてブラック企業とホワイト企業の二極化が進んでいった。資格が機能しなくなる。上司が最近優しくてキモい。超資本主義って割といいんじゃな。あ、いでどうした？削る前の課長ぶち込んだら歯が折れた。なんで食おうとした？歯医者行かないとな。それ直しましょうか？コンビニってそんなことできるの？はい、どうぞ。そこの 3D プリンターで作りました。すごい。こんなに便利になったのか。今は医師免許なくても開業できますからね。それって大丈夫なのか。翌日、歯茎が痛い。案の定、ペンギン、歯医者探して。仕方ないな。あー、これ人体に使っちゃいけない素材だね。最近多いんだよね、こういう素人治療。誰でも医者を名乗れる時代だから、ちゃんと選ばないとダメだよ。わかりました。非正規品が横行する。なんだあれ。ブランドバッグ安いよ。1個1000円だよ。激安じゃん。僕たちも買っていこうよ。けど模倣品って書いてあるぞ。私そのバッグのデザイナーです。皆さん偽物買わないで。別に偽物でいいし、本物と大して変わんなくない？むしろこっちの方が出来いいしな。転売で稼ぎまくれるよ。そんな。その後バッグは完売し、次第に噂が広まって海外からの購入客が殺到した。日本は何をしているんだ。このままでは我が国の資本が横取りされる。今すぐ断行して流通を止めましょう。情報の価値が低下する。政府は消費税を 3% に引き下げることを発表しました。消費税 3%？ でも新聞には消費税廃止って書いてあったぞ。それフェイクニュースだよ。実際は消費税と所得税を上げるらしいよ。マジかよ。報道各社は売り上げのために耳障りのいい情報だけを発信するようになっていた。嘘の情報を流して報道は何がしたいんだ。嘘でもいいこと書くと意外と売れるんだよ。僕もやってるし。フェイクニュース書いてるのか。うん、この前はペンギンは鶏の仲間だったって記事書いたよ。それファクト。まあ僕は時々本当のことを書くのも売りにしてるからね。ほらこれすごい特ダネでしょ。の人が売られる。今回も上物が揃ってますぜ。よし、全員買おう。この人身売買の映像、本物なんだよな。実は今こういうコマの取引が盛んらしいよ。コマ？このご時世、会社は常に従業員に裏切られるリスクがある。だからコマとして会社の所有物にしてリスクを減らそうとしてるんだ。コマになりたがるやつなんていないだろ。生活に困窮してる人は衣食住を保証してあげれば喜んで働くらしいよ。そうなのか。一説によるとホワイト企業の半数はすでに手を出してるらしいし。その通りだ。
実は我が某企画もコマを買ったんだ。これでお前らの労働は軽くなるぞ。ホワイト企業の完成だ。究極の資本。お前何日も家に帰ってないだろ。そろそろ休め。自分には頑張ることしか脳がありませんから。そうだぞペンギン、心配する必要はないし金を払う必要もない。無給なのか。コマは従業員じゃないからな。このようにコマには自由がなく、使い潰されて死ぬこともあった。まずい、死亡率が上がっている。やはりコマを廃止にするか。しかし多くの企業が業績を上げ始めています。もう少し待てば GDP がドカンと上がるはず。様子を見ましょう。社長、お疲れ様です。上司君、調子はどうかね。それはもう上々ですよ。そうか。社長。社長さんは臓器不全ですね。臓器移植が必要です。そんな、臓器提供者がすぐ見つかる保証はないのに。なら駒を使えばいいのでは。駒を。駒は会社の所有物です。喜んで社長に臓器を差し出しますよ。臓器提供の志願書？しかも10万円で提供してほしいだと。こんなの誰も志願しないだろ。自分やります。俺がやる。お金欲しい。贅沢がしたいな。駒にとってお金は自由の象徴。自らの命を削ってでも欲しいものになっていた。その後社長は助かり、臓器移植の情報が上級国民に知れ渡ると、少しでも健康に不安を持つ者たちが臓器売買を募り始めた。子供の臓器を欲しいってやつもいる。さすがに狂ってる。だからってどうにもならなくない？まだ方法はある。超資本主義特例法を廃止させるんだ。止まらない崩壊。これで規定の署名を集めたぞ。ペンギンの努力により超資本主義特例法が廃止、人身売買も臓器売買も違法となった。しかしなぜだ。なんで人身売買が止まらない。もう違法になったんだぞ。仕方ないよ。資格偽装が取り締まれなくなってから警察も裁判官もとっくにいないんだから。クソ。そうして一部の人間のために多くの人間が犠牲となり、日本はたった5年で滅んでしまうとかな。また昔みたいに日本でたくさんお金が動くようになれば豊かになるんだと思ってたよ。確かに経済が活発化すれば豊かにはなれる。でも犠牲の上に成り立っていた豊かさは虚像だったんだ。トラです。次回は僕が出る動画になります。何やればいいんやろな。頑張ります。次回マルチ商法に引っかかるとどないなるんか。え、ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹のパンダか。